はい、皆さんこんにちは。行政書士合格の取説、野端のズバッと重要論点ポイント解説講義、第3回目ですね、行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では、第3回目からね、3回分が民法ということになっていきます。まあ、改正もあった年なので、まあ、何が出るのかななんていうことを皆さん考えながら、勉強してると思うんですけども、しっかり今回もお話をしていきたいと思います。はい、取説のテキストはこちらですね。民法の29ページを出してください。第1回目は相続を扱っていきます。で、まあテーマいろいろある中で悩んだんですが、まあ意思表示ですね。あとは代理について話をしていきます。はい、よろしいでしょうか。で、まあ29ページからということになってますね。うん。で、特に今回過去問が過去にどれってことは書いてないんですけども、まあこのあたりはね、正直何年かに一回定期的に出ますので、しっかり勉強していただきたいところになります。で、意思表示とはというところはいいとして、実際に30ページのところですね。はい。まあ皆さんがね、こう勉強していく中で、意思表示のテーマは、こう何かしらこう意思表示にアクシデントがあった場合ですよね。普段は売る気があって売ると言って、買う気があって買うと言ってるんだけども、まあ何かの理由で売る気ないけど売ると言っちゃってるとか、はい。あとは、ね、騙されてしまって買う気になってしまったとかね、いろんなケースがあると思います。で、この中で、今年出題の可能性があるかなって考えているのはやはり錯誤だったりするわけね。あとはトータルとして、第三者に対して、どういう処理をするのかというところを聞いてくる可能性はあると思うんです。なのでまず、錯誤というテーマを勉強する前に、全体的に第三者の処理を見ていきたいと思います。はい。31ページのところにスペースがありますので、こう最初にバッとこう書いてみてください。たくさんね、こう書き込みしていかなきゃいけないんですが、こうちょっと時間取って、まず書き取ってみてください。で、書き取っていただいたとして話をしていきたいんですが、まず、まあ、心理留保とか、虚偽表示とか、錯誤詐欺凶悪とか、いろんなケースがありますけど、大体この A と B と C が出てきますよね。A が B にこう何かを売ったと。で、この時に心理留保ですとか、虚偽表示ですとか、錯誤ですっていうケースがあります。で、そこに対して B がさらに C に売ってしまって、この C と A との関係性が問題となってきます。A が C に対してまで無効の主張ができますかですとか、A が C に対してまで取り消しの主張ができますかとかね、というところが問題になってきます。で、ちょっと考えていただきたいのが、やはり A と C のどちらを保護するかっていう、そういうバランス感覚なんですよね。その時に見ていただきたいのが、まず本人側、まあ、今回 A ですが、A の奇跡性なんです。はい。例えば、こう1番で AB 売買のここで心理留保がありました。売る気がないけど冗談で売ると言いました。ですとか、虚偽表示。まあ、税金逃れのために A と B が2人で測って売ったことにしたとか、この場合って本人 A の奇跡性、落ち度って大中小どれですか？まあ大小どれですか？これは大きいですよね、まずね。はい。で、AB 売買が錯誤詐欺レベルだと、まあ勘違いしてしまったですとか騙されてしまったってケースですが、これは一般的に本人 A の落ち度は小さいって言います。まあ、勘違いはお前のせいって言ったら大きくなりますけど、まあ、小さいと捉えてください。で、AB 売買が脅されてる脅迫だった場合、A の奇跡性は、ないですね。脅された人間悪いっていうのはさすがに言えませんから、ここは奇跡性がないと。まず皆さんは、意思表示のテーマのところに対して、奇跡性が大きいか小さいかないかという3つで分けます。で、分けたときに、今度見ていただくのは、第三者の保護ですね。どの状況であれば、第三者 C が保護されますかという話。はい。で、
一応確認なんですけども、善意で保護されるっていうケースと、善意かつ無過失で保護されるケースだったら、どちらが要件として厳しいかってわかります？善意だけだったら、知らなければ保護されます。そこにミスがあって、調べたら分かったんだけど、でも調べなくて分かんなかったっていう過失がある状態でも、善意だけだったら保護されます。で、善意かつ無過失っていうと、知らなかった、そこにミスもなかったってことだから、どちらかというと厳しいのは、善意かつ無過失の場合ね。はい。まずここをしっかり、理解してください。で、例えば、心理留保、虚偽表示は、A の奇跡性が大きいわけですよね。はい。大いに A が悪い。ということならば、相手方、第三者 C は、まあ、そこそこ状態で保護してあげます。まあ、善意状態でも保護してあげましょうと。ね。過失があっても保護してあげましょうっていう状態になります。2番みたいな、錯誤詐欺という、あまり本人に奇跡性を感じることができない場合、はい。に関しては、どちらかというと、本人の保護してあげたいので、第三者に関しては、善意かつ無過失で初めて保護しますと。善意かつ無過失で初めて保護します。なるほど。で、脅迫みたいに、奇跡性がないんじゃないの？みたいな形になってくると、もう、第三者の保護はありません。第三者が善意かつ無過失であっても、本人の取り消しの主張が通るわけね。はい。まずこの奇跡性が本人、大きい小さいないか、ということと、どういう状態であれば、第三者が保護されますか、ということをしっかり分けてください。はい。これができれば、一問意思表示で、第三者絡み来ても全部一気に解けますからね。はい。一応こういうのを権利外観法理っていう言い方をするので、難しい言葉入れておきましたが、無理してこの言葉自体は覚えなくてもいいです。はい。というのがまず1点です。あたこ個別に今年の出題っていうことで言うと、やはり錯誤ですから、錯誤見ていきます。36ページね。はい。錯誤見ていきたいと思います。はい。まあ、思ってることと表示してることがずれてる場合ですよね。マロンパフェ食べたいなって思っているんだけど、なんか間違ってメロンパフェって言っちゃった。まあ、ある意味勘違いですよ。はい。こういったものが錯誤です。でまず、取説にもともと記載がありますけども、はい。錯誤の基本的な処理方法を押さえてください。原則論。錯誤の意思表示って、有効なんですよね。だけど、勘違いがとにかく重要なものだったらば取り消すことができると。こんな勘違いに気づいていたら取引なんかしなかった、意思表示しなかったっていう重要なものであれば、それは取り消しができますと。はい。で、大きく言うと、この原則論は、表示者の保護です。勘違いしてしまった人に取り消しを認めますっていう形なんで、表意者の保護ね。ただ、さすがに、そんな勘違いしますかっていうこと、重過失があるならば、保護する必要はありませんから、はい。表意者に重過失があった場合、取り消しができないぞということで、例外は、勘違いして取引をしている相手方ね、相手方の保護。ということになっていきます。はい。ちなみに、原則論の、この、重要なものって書いてますけど、これ、自分だけじゃなくて、周りから見ても重要なものかどうかです。つまり自分だけがその勘違いに気づいていたら、契約なんかしなかったって思っていても、周りがそうじゃなかったら、ここに当てはまらないわけです。はい。自分だけじゃなくて、周りの一般人も
錯誤がなかったら契約しなかったよっていう状態でなければ、ここでいう取り消しは認められません。はい。なんで、簡単に書いておくと、自分プラス、他の一般人。はい。も、そう思ってないといけませんよ。はい。あとは話戻していただいて、戻していきますが、下に例外の例外を2つつけておきました。あ、つまり、共依者に重過失があった場合でも取り消すことができる場合、これが例外の例外1です。原則に返っていきますから、例外の例外は、やはり、勘違いしてしまった、共依者の保護なんです。はい。もともと取説に記載がありますけども、相手方が A の錯誤について、悪意や重過失があった場合ね、ああ、あいつ勘違いしとるわって知ってる場合ですよ。だったら教えてあげればいいですよね。あなたこれ勘違いしてませんかって教えてあげれば意思表示をしなかったはずだから。はい。これは原則に返って、共依者を保護していくんだ。ね。いうことになっていきます。そして、例外の例外に、共通錯誤って言います。共通錯誤。どういうことかというと、まあ、勘違いしている人も、その相手方も、ある意味両方結局勘違いしていると。これが共通錯誤。当事者両方が安物の腕時計を、いやこれは高価なブランド時計ですね、なんて勘違いして、高値で取引をする。はい。お互いに勘違いしています。共通錯誤。はい。これも、共依者取り消すことができるので、例外の例外2つ押さえてみてください。はい。あとは、ちょっとスペースがちっちゃいかなっていうところなんですが、はい。見てあげてください。いわゆる、人違いシリーズ。錯誤取り消しが認められるかどうかの人違いシリーズね。はい。まあ、先ほど見ましたけども、重要なものだったら取り消すことができるわけ。はい。契約の重要部分に勘違いがあるならば取り消すことができる。じゃあ、人違いっていうのは重要だから取り消すことができるのかってことね。はい。で、例えばですけど、契約です。委任契約、賃貸借契約。ここで相手間違えちゃってる場合はどうでしょうか。頼む相手間違えた。貸す相手間違えた。これどう？はい。いろんな契約が皆さんね、あることは知ってると思うんですけど、はい。この委任契約とか賃貸借契約っていうのは、他の契約以上に、信頼関係が重視される契約って言います。ですよね。あなただから任せますなんですよ。あなただからお貸ししますなのね。そこで人違いだったら、いや、あんただったら貸さんかったってことだから、ここはね、契約の重要部分なんです。はい。ですから、こういった場合は、錯誤取り消しが認められうると。絶対ではないです。が、一応認められうるということね。はい。逆に言うと、売買契約みたいなものは、基本的には信頼関係とかないと思ってください。もちろんね、こう、骨董品の売買とかだったら、その人の目利きもありますからね、信頼関係あるかもしれませんが、一般的にね、大量に物を買うとか売るとかいう話だったりすると、日常生活的に。はい。コンビニで物を買うときに、ね、セブンイレブンで買ったと思ったら、ファミリーマートでしたっていうその違いって、そこまで重要ですかね。溜まるポイントが違うぐらいですから、そこまで重要性ないわけね。はい。ですから書いてないんだけども、売買契約の場合で、まあ、人違いというか、お店違いがあった場合、まあ、基本的に錯誤取り消しはないです。はい。あとは、
保証契約の人違いシリーズ。保証契約で主債務者が誰かについて人違いしました。つまり自分がお友達の保証人になるっていう時にお友達を勘違いしましたと。これ結構大変ですよね。ずっと仲良かった親友で、すごく信頼できる方だから保証人になったのに、実は違う方の保証人になったっていうと、いや、その人だったら保証契約しなかったよってことがありますから、はい。保証契約で主債務者が誰かについては、これ大切なことですからね。取り消しは認められます。ちょっと似てるんだけども、保証契約で債権者が誰かについての人違い。はい。まあ、保証人になって友達がお金借りてますよ。お金貸してるところがどこですかっていうときに、はい。そこに人違いがあると。はい。某銀行だと思ったら、あ、違うところでした。っていう話だと、そこは重要ではないって言うんですね。はい。誰が貸してるかは重要ではないって判例があります。あくまで、誰が借りてるかの方が大切であって、誰が貸してるかは、あまり保証人的には関係ないぞ。というところで区別がされてますんで、押さえてみてくださいね。はい。あとは、今日はお話をしませんけども、37ページのところで、動機の錯誤、まあ、基礎事情錯誤とも言ったりしますけども、まあ、こういったところも、旧法時代からよく出てますからね、確認を怠らないようにしてください。はい。なので、錯誤を中心に意思表示はお話をしておきました。で次は代理ですね。はい。こちらについて確認をしていきます。テキストは45ページを見てください。45ページを見てください。はい。さあ、代理ですね。うん。全部見ることはできないんですが、ポイントを絞っていきます。まず、45ページ。代理の基本形態は大丈夫ですか？はい。まあ、大体土地なんか売りたい本人がいて、で、売ってくる人を見つけて、代理人で代理権与えて、で代理人がちゃんと契約をしてくると。まあ、そこにちゃんと代理人として来ましたっていう件名がありますよ。代理権授与、件名、代理行為、全部揃って BC でした契約だけど AC 間の契約で見ていく。これが代理ですよね。まず、ここはいいでしょうか。はい。で、46ページのところで3番。自己契約双方代理ってありますね。ここについて少し補足しておきたいと思います。まあ、自己契約が何ですかとか、双方代理が何ですかは、取説の講義使いにありますよね。はい。A が B に土地売ってきてとお願いして、B が売り主なんですが、自分で買っちゃうと。自分で金額を決めることができるので、3000万の土地を100万で売っちゃうとかありますから、これはちょっと代理としては本人のためにならないから原則禁止ですと。で、双方代理の方も、はい。B が A の代理人として売ってくる、C の代理人として買ってくるので、3000万の土地を高く売っちゃったら C が損するし、安く売っちゃったら A が損するから、これもまずいよねということで、双方代理も禁止ですよね。で、これ禁止なんですが、禁止破ってやってしまったらどうなりますか？はい。禁止して破っちゃったら、ここですね。まあ皆さんは代理を全部やってるはずなので、大丈夫ですね。自己契約、双方代理をしてしまった場合、無権代理として処理をするんですね。で、ここまではみんなわかると思うんですよ。あ、そっか、やっちゃったら無権代理として処理するのか。具体的に処理できますか？はい。ちょっとね、下にこんなのつけましたから、一旦止めて書き込んでみてください。はい、いきます。まず、左が自己契約ですね。
で、自己契約で A が B に代理権を与えます。代理人が自分と契約をしてしまうという形ね。で、これが無権代理です。で、無権代理ということは、勝手にやられちゃった A さんができることの一つは、睡眠です。あとは、睡眠拒絶。これ大丈夫？で、今回はここ。A が追認すると、契約は遡って有効なんですよ。無権代理の基本で、追認すると、最初の無権代理行為時に遡って有効っていうわけね。となると、ちょっと数字加えていきましょうか。B が自己契約をしてしまったのが、はい、6月の1日とします。で、この契約を認めたるわって言って、追認したのが、6月の30日だったら、無権代理行為の契約はいつから有効？はい。遡ってっていうのは、6月1日からってことね。こういう形で、無権代理なんだよねまではいいんだけど、じゃあどう処理するのっていう形で、追認になったら遡っていきますから、ちゃんと日付なんかで出た時も答えられるようにしてみてください。はい。で、まあ、追認拒絶をすれば無効だよね。で、次。双方代理の場合は？はい。この場合は、両方が、追認しないとダメです。A と C、二人頼んでますから、両方が追認しないと、契約は有効にはなりません。ということは、同じく、6月の1日に、この契約が行われます。双方代理。で、A が B に、ね、A が B に、追認する。はい。この日付が、6月の30。で、C が B に、はい、追認するのが、7月の5日にします。はい。これ、いつから契約の効力出ます？混乱しないでくださいね。結局、お互いに追認しないとダメなんだけど、お互いに追認してるならば、遡って有効なんだから、やっぱり、6月の1日ね。もしこれが、A しか追認してなければ、この契約自体有効にはなってません。A と C が両方追認して、C が追認したのが7月5日だったとしても、遡っていくので、6月1日からの契約と見ていきますよ、ということになっていきます。はい。こういうところをね、言われてみれば、そりゃそうだよねって思うんだけど、なかなかね、パッと見初見で来ると解けなかったりするんで、そこを押さえていただけるといいかなというふうに思っております。はい。で、そもそも、あれ、追認何ですかという話になってきたときは、51ページでしっかり復習しておいてくださいね。ちょっと映しますけども。51ページの無権代理がありますから、このあたりで、例えば、無権代理の時に、勝手にやられちゃった A さんが言えることなんですかとかね。無権代理人と契約しちゃった C さんが言えることなんですかみたいなことを、ちゃんと整理しておかないといけないということになっていきます。で、今回は、残り時間使って、この無権代理について少し補足をしておきたいと思います。52ページのところにスペースがある方はそこを見ていただきたいんですけど、僕はちょっと、そうね、こんな形で書いておきました。ちょっと52ページじゃ無理かな？スペース足りませんかね？ちょっと恐縮なんですが、これ結構大切なことを話すので、はい、何か1ページ、こう、自分で紙を用意してもらって、こう書いていただいて、挟み込んでいただけるといいかもしれません。なかなか一般のテキストでこの話をするの難しいので、今この講義状態で話をします。はい。
で、まず全体を写してますね。一旦止めてもらって書いていただいて、拡大していきますよ。はい。まず、他人所有の物を売却した場合の処理というタイトルです。どういうことかというと、そうね。A がいて、A が土地持っています。で、そこに対して、代理権与えてないけども、B が C に売っちゃった。B が C に売っちゃった。このケースでね、これ皆さんは、見たときに何を考えます？あ、無権代理だよね。無権代理だよねって考えます？それとも違うことを考えます？はい。いろいろ考えることがあります。で、まず、他人のものを勝手に売った場合、ポイントはここ。権名があるかないかをしっかり見極めてください。権名というのは、代理人としてって B が C に言ってるかどうかです。はい。代理人として、で、B が C に言ってるかどうかです。で、もし、代理人としてって言ってる権名があるなら、皆さんが C だったらどう？あ、今回は B が来てるけど、A と取引するんだよねってわかるよね。はい。だから、権名がある場合って、A と C の契約で見るわけじゃないですか。ね。権名があるよって場合は、AC 間の契約で見るわけですよね。だけど、例えば、今回みたいに代理権もらってなければ、皆さんが勉強してきている無権代理なんですよ。はい。もし、ここの AB 間で代理権まであるならば、権名があれば AC 間の契約です。ないから無権代理で見るんだ。ちょっと難しく感じる方は、権名があるってことは、代理の規定を使うと。そういうふうに覚えてしまっても構いません。権名があれば代理の規定を使うんだっていうふうに決め打ちしても構いません。で、もし、ここで権名がないと。人のものを勝手に売るとき、B が C に A の代理人とも言ってない。まあ、自分のものって言っちゃった場合はどう？皆さんが C からすると、B のものを買ってるって認識しかないよね。BC 間の契約って認識しかないわけですよ。A のことなんて微塵も感じませんよね。はい。なので、権名がなければ、まあ例外もありますけども、基本 BC 間の契約で見るしかないんですよ。これが何かというと、他人物売買になるんです。はい。これね、民法の債権法のところで勉強する他人物売買になるんですね。はい。つまり、代理は使わないんですよ。ここがポイント。同じ人のものを勝手に売ってるんですが、権名がある場合は、とにかく代理の規定をどんどん使っていこうと。権名がない場合は、はい。代理は使わず、まあ、他人物売買。の、規定で処理しようと。いうふうに思ってください。はい。だから、まずお伝えすると、とにかく、人のものを勝手に売るって契約のとき、二つ考えなきゃいけないんです。代理の規定を使っていくのか、代理は使わず別の規定を使うのかってこと。で、もし、権名がないよっていうとき、はい。他人物売買ですが、どういうルールが適用されるかというと、売った人は、その権利を取得して、C に移転する義務があります。権利を取得して C に移転する義務があります。561条をまたお時間あれば見ておいてください。はい。で、もし移転できなければ、
上でいくと、B が A に頼んで、土地の権利をね、ちゃんともらって移転できなければどうかというと、契約したのに義務を果たしてくれなかったという、一般的な債務不履行責任です。はい。ちょっと強調しますね。他人物売買の場合、移転する義務があります。契約の義務ね。果たせなければ、債務不履行です。はい。で、債務不履行責任って時、考えていくべきものは、まあ、可能性としてあるものはね、例えば契約の解除。そして、損害賠償。ですよね。で、民法全部終わっている方は、ここで考えられることありますか？はい。まあ、解除だったら、いわゆる債務者の帰責事由っていらないわけですよ。売り主帰責事由はいらないよ。で、損害賠償だったら、売り主帰責事由っているわけね。まあ、ただ今回はね、他人物売買ですから、基本的に売った方に帰責事由ありますんで、まあ、両方ともね、できると思うんだけども、一応、まあ、一般論書いておくと、解除の場合は、売り主に、帰責事由、なくてもできると。損害賠償は、帰責事由が、ないとできない。はい。という違いはありますね。あと、もう少し考えていただきたいのが、一般的なっていう言葉ありますね。一般的なっていう言葉。で、債務不履行の一般はこの二つです。契約を打ち切る、そして損害賠償請求するなんですよ。で、これを考えた人は間違っています。いわゆる、追加請求とか、代金減額請求。字が汚いですが、追加請求とか、代金減額請求は、できません。はい。なんでかっていうと、これ、追加請求とか、代金減額請求って、契約不適合責任ですよね。で、これって、ちょっと色変えましょうか。ざっくり言うと、民法の債権の売買で勉強する、ちょっと字が汚すぎますか。契約、適合責任ね。はい。これって、前提が、不完全履行なんですよね。例えば、買ったものが一部不足してるとか、買ったものが壊れてるっていう話ですよ。はい。その時に、足らないから追加のものをくださいとか、壊れてるから直してくださいよっていう追加請求できたりとか、もしくは、壊れてるんだから、その分代金減らしてくれって請求できるわけですね。はい。なので契約不適合責任で出てくる追加請求とか、代金減額請求は不完全履行の場合ですね。引き渡されたんだけどなんか足りないぞ、みたいなこと。で、今回は、全くもって引き渡しないじゃん。他人の土地を買って、で、移転する義務が果たせないってことは、土地の権利来ないわけですよ。はい。土地の権利が全く来ないのに、代金減らしてくれって請求よくわからないですよね。はい。何もないのに追加請求もよくわからないわけですよ。だから、一般的な債務不履行責任はここで発生します。それは、契約を打ち切る。
そして損害賠償請求。これはできますけど、不完全履行が前提の追加請求とか、代金減額請求はこれできないんですよね。はい。そこまで押さえておけば完璧だと思います。なかなかね、これ勉強していくと気づけないところなんですが、ぜひ皆さんはこのあたり押さえてみてください。ちなみに、この追加請求に関しては、ページを書いておきましょうか。民法の3回目の時ね、お話をしていくところなんですよね。そうね。取説の170ページのところに、契約不適合責任がありますから、はい。これ、自治会ぐらいで扱っていきますんで、もしよかったら、予習的な形で見ていただいて、また講義を聞いていただければと思います。はい。とにかく、いいね。人のものを売った場合の処理。件名があれば代理を使います。無権代理等々を使っていきます。件名がなければ代理は使いません。別の民法債権の規定を使いますよ。という中でこの話が出てきますね。なかなか難しいところではあります。が、記述の可能性ってありますよね。はい。記述でこういうの出てくると、無権代理かなと思ってもろもろ書くと、実は他人物売買でしたってオチがあって、他人物売買かなって書くと、無権代理でしたってオチが来るので、ちゃんと、特に記述が来た時には、このパターンに対しては、件名がちゃんとあるんだろうか、ないんだろうかを見極めて考えてみてください。はい。ということで、今回は以上ということにしておきたいと思います。なかなかね、ボリュームあったと思いますけども、しっかり復習して、また次回、講義を聞いてください。では今日は以上です。お疲れ様でした。